ダリオチャンネル、今日は特別編です。やったー、こんにちは。ゆうじです。ゆうじです、よろしくお願いします。今日なんとですね、何するの？うちの事務所、はい、ペプロ、はい、が誇る、うん、なんか5人でキャンプに行くそうです。ペプロが誇る5人、はい。レプロは結構すごい人いるからね。はい、もう5人のうちに入ってますからね、2人。いや、そうだ。あとだから3人。いや、ダーリオは分かるよ。俺も入れてもらえたらね。もちろんです。あと3人。レプロすごいよ。はい、あの人も出ちゃうかもしれないってこと？そうです。あの人？あの、あの方が。YouTube で見たことないです。ないですよ。私たちもちょっと誰があと3人来てくださるか知らないので。はあ、ドキドキですね。ドキドキ。それで今日ちょっとゆうじさんには重要な役回りがありまして、何でしょう？キャンプ場まで、うんうん、ちょっと運転をそれだったら任せて。キャンプは正直力になれるかまだ分かんないけど、はい、運転は大丈夫。あ、嬉しい。めちゃめちゃ大丈夫、そこは大丈夫。じゃあ今から全員拾っていけばいいわけね。そうなんです、今からピックをお願いします。わかりました、じゃあ早速行きますか。はい、行ってみましょう。レッツゴー。ダリオチャンネル出発進行進行。まず誰がいるんだろう。そう、これ道にいるんですかね。わかんない。どうやって、わかるかな。俺もとりあえず目的地に向かいつつ、それっぽい人がいたら、はい、止めましょう。止めようか。いる誰か。あ、あ、言うてる間に、あれ女子2人。あ、2人いる。これそうじゃない。誰誰誰誰。うちの子でしょ。そうだそうだ、手振ってる。ハザード炊きます。わかる。わかります。あれじゃない？しゅうちゃんと寺本リオちゃん。寺本リオちゃんだ。やっぱりそうだ。来た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 。来た来た来た、おはよう。お願いします、お願いします。この今日は5人でデプロの人でキャンプなんだけど、うん、この後なんかリーダー的な人が乗ってくるっていう風に聞いてるの。ユージさんじゃないんですか？じゃないのよ、俺ね、キャンプ全然詳しくないの。だって今日かっこ、え、かっこいい。やばい。全然やっぱり、ね、ダーリオにもいじられたの。みんなほらキャンプチックだね。ちゃんとしてるね。俺やばいなこれ。でも大丈夫、そのキャンプ得意な達人がいるらしいの。お、ただ誰かが全くわからん。そうなの。まあいいや、とりあえずじゃあ拾いに行きましょうか、はい、そうです ね、ちょっともうちょっと移動してみましょう。 OK です。出発進行。おお。じゃあ捕まっててね、ベルトしてるね。してます。おいし、行きます。お願いします。誰だろう。さあさあさあ、え、まだちょっとね、頼りない感じありますよね、私たちじゃ。うちの会社は女子多いからさ。確かに確かに。男性少ないのよ。え、しゅうちゃんとりおちゃんはやる？キャンプ。キャンプは、なんかロケとか仕事でしかやったことがなくて。うん、あ、でもあるんだね。りおちゃんは？私は夏キャンプだけです。夏キャンプ？海の近くでテントを立てて、海の音を聞きながら寝るぐらいです。あ、はいはい。え、ダリオやらないんだよね。私もインドアだもんね。ゼロなんですよ。そうだよね。で、ユージさんもね、あんまり得意じゃないっていう。そうなの。でもやばくないですか。そうなの。やばい。これよほどの達人が来てくれないとやばいよ。ダリオチャンネル。全部キャンプのリーダーっぽい人います。え、いた。あ、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 いたいたいた。待って、誰。まさか。え、ちょっと待って、もしかして向かった。まさか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。もしかして池内先輩。ヒロシです。ヒロシ。ありがとう、今日は。やった、嬉しいです。ちょっと僕たち先に言いますけど、キャンプ全然詳しくないんですよ。マジで。っていうかさ、はい、やる気ないでしょ。何その感じ。山に行くわけだよ。山だと思います。山、寒いぜ。うわ、ちょっとやばい。一応めちゃめちゃキャンプ意識した格好なんですけど。じゃあちゃんと座り直しましょうかね。はい、場所決めましょうか、うん、じゃあ皆さん行きますよ。はい、お願いします。出発します。おー、よーし、ついにスタートですね。いや、今日でも天気めちゃいいんで。いいね。ちょっとキャンプのことあんま詳しくないですけど、多分キャンプ日和です。わー、池内さん結構キャンプ詳しいんですか？いやいや、詳しくはないけど、はい、でも好きだよ。あ、好き。あ、これはもう本当池内さんしかいないんで。はい、今もう頼りになるのは池内さんですだけ。いや、もう頼りにしないでください。はい、今日のリーダーなので。ほんと無理だったな。でも、ゆうじさん、こんな大きい車運転できるんですね。すごい。もともとトラックの運転手もやってたし、
まあ、ちなみにごめんなさい、運転はあれですけど道めちゃ間違えるんですよ。俺もそう思った。絶対これね、左に行くべきだった。そうなんですよ。間違えた。うん、今日のご飯なんですけど、はい、何食べたいですか？外で食べれるもの、なんだろう、なんだろう、何でも食べれるじゃん。でも、キャンプだからラーメン、ラーメンめっちゃいいじゃん。ラーメン大好きなんです。あ、そうだ、ラーメン好きなんだよね。あ、いいね。なんかお肉焼いたりとか。あ、いいね。バーベキュー鉄板だね、もうそれはね。あ、私絶対マストでやりたいこと思いついた。お酒が飲みたい。来ました。一番ここが近いスーパーです。何を買ったらいいかもう全然見当つかないですけど、結局何も考えてなかった。まあ入って決めましょうか。はい、じゃあ行きましょう。ああ、これ何なんですか？これはあの薪なんだけど、はい、これは針葉樹の薪ですげえ軽いのよ。見てわかるんですか？針葉樹とか軽い。広葉樹は硬い木だから、はい、すごい燃えにくいというか、ずっと長く持つの。用途が違うんだ。一泊するんだったら、はい、こういうやつよりかはやっぱじゃ、これも必要なんだけど、はいはいはい、最初にこういうので火を起こして、はい、塩に、つけてダリオチャンネル。じゃあおつまみ、俺もおつまみにする。おつまみにします。じゃあ、はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、お魚はなんか釣りができるって聞いた。確かに。そこでね、ちょっと釣りしようか。普段は買えないお肉だ。確かに。フライパンちょっとできない、ね。できない。せーのでです。3人で3人で3人せーの。まずはビールも欲しいですが。ビール。レモンサワーの素。あと軽く炒められるんだったら、あ、つなぎも渋くない？大好きなんですよ。いや俺も好きだけど発想になかった。もうすぐだ。いや皆さんよく耐えてくれました。もう間もなくですから、はい、あと一応ね、ナビだと2分です。あ、もう近い。おお、わあ、もしかして？着きました。わあ、到着でーす。急に。これだ。いいじゃん、いいじゃん。着いたー。ありゃー。到着でーす。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。到着。到着です。やったー、やったー。もう空気めちゃくちゃいいっすねー。いいです。いやー、気持ちいい。皆さんで来れたのが嬉しいです。とにかく先輩後輩で。ここから普通はどうするんですか、キャンプって。確かに。もうだって日暮れちゃうから。急がないと。はい、張ろうよ。張りましょうか。テントは誰が張るんですか。テントはじゃあ張ろうか。やりましょうか。じゃあその間女性陣は何してるの。あ、私あれやりたいです。肉の下準備とか、お料理担当、お酒用意したりとか。いいね、いいね、いいね。はい、あ、助手リオリオね、はい、こっちのリオは私、あの魚調達に行ってまいります。お、魚やっぱ焼きたくないですか。あったら。いや、それは焼きたいけど。釣れる。ちょっと釣り道具みたいなのをさせていただいて、ここで釣りしてます。はい、すごいね、それ。じゃあちょっと頼むよ。みんなの声頑張ってきます。じゃあそれぞれ準備にかかりましょう。よしよしよし、よし、やりましょう。頑張ろう。伸びた。あ、すごい、良い棒みたい。あった、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 すごい。本気で釣った。細いから釣れないのかと思ってた。できました。これ持ってきてくれたんですか。おお、本当だ、変わった。もう入るレベルじゃないし、これ硬えな、これ。うわ、なに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 。おお